おじか型巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。分類上は PL 型、交渉船形はセントン型。ネームシップが配置替えに伴って解明したことから2000年以降はエリモ型とも称される。設計面では昭和62年度計画で建造されたの島の発展型となっている。の島では 選手楼甲板よりも一層高めて、戦尾甲板上に化する形となっていた。ヘリコプター甲板は強度甲板とつらい地とされた。また、の島では、ベル212までとされていたが、本型では、より大型のシュペルピューマヘリコプターの運用にも対応した。現、ユラ装置として、フィンスタビライザーを備えるのは、の島と同様である。またその直前の煙突も、のでは、 船体中央に1本設けられていたが、本型では左右2本に分離し、その間には水中カメラ装備のローフ格納庫など、潜水作業機材の準備室や消火用放水銃を設けている。主機関としては、新潟鉄工所 8MG32CLX ディーゼルエンジン2機を搭載した。推進機は、可変ピッチプロペラ、またバウスラスターも備えている。並としては、 ネームシップでは、の島と同様に、船橋構造物直前に、木川操作の JM61M20mm 多重新基銃を備えていた。また2番線以降では、選手甲板にエリコン90ミリ 35mm 基銃の単装砲塔も装備している。搭載艇も、の島と同様、煙突量源のミランダ式ラビットに、高速警備級難定及び潜水支援艇を、 搭載する。ネームシップでは、これに加えて、ヘリコプター艦パンカの船尾に5.5メートル型高速警備級難艇の、ウェルドックを備えていた。これは、高天下でも高速警備級難艇の運用を可能に、する新型上げ口装置として期待されていたが、実際には、肝心の荒れた海面での運用に難があるなど、運用実績は芳しくなく、2番線以降は、急難資材倉庫となった。 以降、2番線、久高のみ3号艇として、複合艇が搭載されている。行動不能に陥った大型タンカーなどの栄光を想定し、陸岸永引力30トンという栄光能力が付与された。またその後、1995年の阪神、淡路大震災、1997年の名ほど加号重油流出事故などを契機に、災害や海岸に対応して、 機材の充実が図られた。博多を皮切りに概洋でも使用可能なフラモトランスレック250型油回収装置の運用能力が順次に付与された。また前線が潜水士7名乗船している救難強化巡視船に指定されている。配備は7隻で終了した。これは度重なる不審船事件や尖閣諸島領土問題の発生を受けて 高速高機能大型巡視船及び果てる、真型巡視船等の、いわゆる、警備型巡視船の配備に移行したことによるものである。5番線の、栗駒は2011年東北地方太平洋、沖地震で発生した大津波により一時座礁したため、函館土津区室蘭製作所で、亀裂の入った船底や破損したプロペラ等の修理が行われた。 2011年12月に復帰した後は津波による行方不明者の捜索に当たっている。一番線のエリモは同番号、同船名の国が三方巡視船収益に伴い2017年1月24日に解約となったが、マレーシアの海上警備能力強化を支援するため、本線と沖を2017年中にマレーシア海上法令執行庁に供与することとなった。 2017年3月4日、ジャパンマディンユナイテッド、インノシマ工場で整備を終え、マレーシアへ向け執行。3月15日マレーシアのポートクランに到着した。新鮮名は、ペッカンとなった。ありがとうございます。